この間はありがとね。自分本当に燃えられたぞ。こちらこそありがとう、響ちゃん。私も心から楽しめたな。うん、プロデューサーもありがとね。バッチリ助けてくれたから思いっきり集中できたさ。シーカ、自分ね、あのステージに立って思ったんだ。シーカはやっぱり自分にとって特別だって。競争しててこんなに嬉しい子どこにもいないぞ。ナムコプロにもいないし、それに多分自分はずっとライバルを探してたんだ。沖縄のアイドル養成所にいた頃からずっと。養成所？響ちゃんはアイドルの養成所にいたの？うん、でも誰もライバルになってくれなかった。あそこのレベルだと自分割とすごかったし、シーカと会ってシーカと競争してこんなに熱い気持ち初めて知ったんだ。シーカが黒いプロにいてくれて本当によかったぞ。違う事務所だったから今の自分たちがあるんだ。響ちゃん、え、プロデューサー、じゃあ自分は何しに？本当のアイドルに。うん、そうだね。自分シーカからたくさんのことを教わったぞ。今日はこれまでのこといっぱい話そうよ。会ってから今までのこと。うん、響ちゃんがステラステージの準備で忙しくなる前に。じゃあシーカ、自分たちそろそろ行くね。この後またいろいろあるから。うん、ステラステージ頑張ってね。大丈夫、響ちゃんならきっと。うん、やっぱりそこだよね。自分とシーカに似合う場所はいつだってステージさ。うん、また一緒に歌おうね。今度は負けないよ。これで心の準備できたね、プロデューサー。シーカといっぱい話して元気満タンだぞ。うん、自分絶対負けないぞ。待っててよね、ステラステージ。どんな大舞台もなんくるない。